では3つ目のキーワードです。意識じゃなくて行動を。はい、はい、これからのことでいろいろ伺ってましたら、はい、仙石さんは例えばその観光のことであっても自然のことであっても、うん、まあいろんなこと、そうですね、こんな本も出されてます。口癖の心理学と。今年は2月に出ました。2月に出されました。これも本当面白かったんですけども、ちょっと回を変えて聞かなきゃいけないぐらい深い情報がたっぷり詰まった面白い本で、でそのまあ、なまら北海道、これシリーズなのかしら。これはね、単行本、これは、単発の本なんですけど、うんうん、まあちょっとこの続編みたいなのが、今年中に出ます。はい。今書いてます。書いてます。はい、ね、ご期待いただきたい。本当に人気の仙石さんから見たその北海道のね本なんですけど、仙石さんがこういう本を出すにあたりいろいろ取材をして、それで感じたこと、それから周りの方が仙石さんに北海道のこともっと書いてと、北海道をもっとなんとかしてみたいにね、いろいろ言われるみたいなんで、ちょっとそのあたりのお話を伺えますか。まあ、4年前までずっと東京に住んでたんですけどね、はい、まあ、小樽で生まれて小学校5年の時に、岩手、埼玉、東京、神奈川、東京と19回目から20回目の引っ越しで札幌に来たんですけど、そのきっかけっていうのはまあいろいろあるんですが、一つは大きな病気をしたっていうねこともあったり、母親が亡くなったり、まあ父親が老人ホームに入ったりして、まあ独り身になったんですね。他の意味でも独り身になったんですけど、まあ動きやすくなって、いろんな方から北海道戻ってきて北海道で活躍してくださいっていう話はされてまして、うん、サッカーどこでもできるじゃないとか、北海道来てやれよ、ここでもいいじゃない、ただ出版社の 90%何は東京にあるんで、その辺は大変厳しいと思うんですけ ど、 ど、はい、ただ、僕もまあ残りの人生を考えた時に、やっぱり北海道で、まあの土になりたいっていうのもあるし、土産子と楽しいしたいな。僕の本を読んで北海道に移住した人がすごい楽しい生活を送っていて、なんで俺東京であんまり面白くないんだろう、面白くなかったわけじゃないですよ、でもそういうのもありながら、北海道の方々っていうのはとてもいい方々が多いんですけど、これ広中さんの話をしちゃっていいのかな。広中さんとね、ジャランのね、広中さんと北海道って嫌なやつがいないよねって対談の時にすごく一致した話なんですけど、東京だとやっぱり5人に1人ぐらいもうぶん殴りたいと思うような穴持ちのやつがいたなっていう話を聞いて、広瀬さんはそんなふうに思っていたんですけど、そういうふうに思ってたんで、とてもいい人たちばっかりなんだけど、こうなんか言い出しっぺになって、先に動こうっていう方々が少ない、嫌な人もいないけど出る気になる人も少ない。わかります、はい、からだからなんか最初をつけてあげるんだって広さんの理屈なんですよ。最初自分が引っ張ってってやるんだっていう、それは僕もそうだなと思って、まあ僕に何ができるか分からないけども、まあそう言われたらやってみようかなと思ったのと、やっぱり楽しくね、老後じゃないけどという思いもあって、来まして、さらに難しいなというふうには感じてます。まあ、人付き合いはすごくオープンなんだけど、仕事になっていくとやっぱりお友達同士の関係があって割と私ちょっと入りにくいっていう、私はまあ言っても帰国子女みたいなものだったんで割とスムーズに入ってきましたけど、いろんな町、どこの町とは言いにくいんですけど、まあ大体分かっちゃうかもしれないけど、札幌の人たちに「あの町は入りにくい」って僕に言ってっていうのは。全土をねいろいろ旅してる仙石さんに、仙石さんから何か言ってよとか、仙石さんが引っ張ってよ、提案してよっていうようなことを、例えば本の中でもちらっと何パーセントぐらいは必ずこう苦言じゃないけれども、ご提案でこうちらっとこう書いたりするのは、やっぱりそういうこう思いを込めてなんだそうでね。とにかく良くなってもらいたいし、悪者になってもいいやっていう人が少ないかなと思って、悪者のある種こううるせえなって思われる人がいないといけないんじゃないの、頑固親父じゃないですけど、そういう存在になるべきじゃないかなと思います、ウィークですねそれね、ウィークだな、ダメだな、外からの視線で話してくださいって言われることよくあるんです、そうすると、なんか僕なんかがね、アメリカナイズされたやつに
ね、外国かぶれだと思うような感情のようなことが道内の方に言われる、思われるっていうこともない、なきにしもあらずなので、なるほど、そういう空気を感じるので、うん、もうそれはそうだろうなって思う部分と、そう思っても聞くだけは聞いてもらえないかなというふうに思うんです。うん、最初からいやそれなのっていうふうになっちゃうと嫌だなと。あ、うん、まあ聞く耳を持ってる方が大半なので、あとはそれを自分たちがね、実践できるか、はい、ね、3つ目の意識じゃなくて行動というキーワードなんですけど、うん、まあ去年よくホスピタリティをテーマに講演をして、はい、今年ちょっとこの暑くなってるから声がかかんないんで皆さん呼んでください。他の人ってすごく優しい気持ちもある、はい、例えばお店食べ物屋さんとかで、うん、まあ、ホスピタリティおもてなしの気持ちはある、はい、でもね気持ちがあるけど相手に伝わらなければ意味がないと。うんうんうん、ホスピタリティっていうのは、うん、おもてなしの心ではなくて、うん、おもてなしもう行為になっていることなんです。うん、手厚くおもてなしこと、はい、ですから心じゃなくておもてなししたいって心じゃなくて心が形になってるってことです。もう行動のことはホスピタリティ。そうです。おもてなしですか。あ、そうか、もてなすっていう、なるほど、うん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 、あ、私ちょっと実は感覚違ったかもしれないです。もてなし、ホスピタリティマインドっていう、あ、マインドが形になっていないと、はい、ホスピタリティと言えないですね。なるほど、うん、私はとてもお客様のことを考えてるって思っても、うん、受け取った側が、はい、もてなされてるなと、はい、快適だなって思わなければ、ね、それは思いつかなかったのと同じみたいな、うん、ないことです。あ、ないのと、うん、そこをね、うん、実践にしていくべきだと思うし、気持ちって今いろんな、ね、あのいろんな気持ち次第でとか気持ちを変えていけばみたいな、私もいっぱい自己啓発の本書いてきましたけど、作ってきました、精神科医とか、はい、心理学者とかの一心恋愛科医でも書いてきました。そっちの話も面白いですけど、それもう20年やりましたけど、はい、そういうことの中でもちょっと考え方を変えればとか、うん、そういうことを書くんです。皆さん言うんです、うんうん、でもね、そんなの人は変わらないですよ。変わらないですか。前向きになりましょうなんて言って前向きになれますか。いや、まあね、前向きになればいいんですよって、前向きになれないから出てくるんですよ。いや、もうそうですね。そんなことはないです、うん、それは行動を変えなきゃなんですよ。行動を変える、例えば、うん、あの明るくなりましょうって無理です、うんうん、笑顔で挨拶しましょうって、あ、笑顔で挨拶することはできるじゃないですか、うんうんうん、意識の変えなくて、うんうん、そうですね、おはようございますって、そうすると相手が変わるんです。行動が変えればおはようございますって言ってくれます。あ、はい、だからお店だったら、笑顔でいらっしゃいませって言ってれば、お客さんもブサッとして帰ってこなくなってくる、気持ちよくなってくる、はい、だから僕はよく外食産業の話をするときにね、お店の方は変わらないかもしれない、うん、皆さんお客さんが変えましょう、うん、こんにちはとか、うん、こんばんはって家に入って、うん、ニコッとして、うん、ね、言うと、もう満面の笑みで入っていったら、うん、向こうもいつかいらっしゃいませって笑顔になりますよ。ちょっと待ってください、逆じゃなくて、でもお店の人がいらっしゃいませってじゃなくて、お客さんから、いや、こんにちは、みんなで店を変えましょう。ははなるほど。なぜかっていうとですよ、いいですか、公園とかそういうところに来る人たちは、はい、変えられる人たちなんですよ、意識がある人なんですよ、うん、でも本当は変えたいのはそういうところに関心がなくて、そういう勉強もしに来ない人なんですよ。いつも思うんですけど、うん、講演とかセミナーとかっていうところに来る人は、はい、その人たちにあんまり言わなくてもいいもんですよ、うん、来ない、そんな上昇志向も何もない人たちほど言わなきゃいけない、だからそういう店に行ったら、うん、そういう気持ちがある、ちゃんとしなきゃいけないって気持ちある人たち、私の講演に来た人は率先してそういう店に行って、こんにちはって、で僕なんかよく飲みがこう出てくるじゃないですか、はい、ありがとうって言うんですよ、で僕 ありがとうありがとうございますって、笑顔で言うんですよ、うん、そうするとあ気持ちいいなと思うじゃないですか、うん、じゃね、ポンと置いておくんじゃなくて、うん、お待ちどさまでしたって言うようになるんじゃないかな、うん、これでどうもすいませんって思ってほしいでしょ、なんであんなにどうもすいませんが多いのか分かんないんですよ。あ、でも私前の上司がもうどっか行くたんびに必ずそのお店の女の子いじる、レジのおばちゃんいじる、メニュー出してきたら必ずギャグ飛ばす、うん、もう鬱陶しいなと思ってたこともあるんですけど、もしかしたらあれいいかもしれませんね。それ度が過ぎた。
鬱陶しいなまで言っちゃう、うん、どうかなと思ったこともあったんですけど、うんはい、まあ、ほどほどにしている限りは多分、ね、ほどほどちょっとこう、うん、と思って元気送っちゃってこう、うん、そうそう、そうしていくと、はい、ね、変わりますよやっぱり。なるほど、うん、誰かが変えなきゃいけないんですよ、でその時に、ね、自分が変わろうって思ったら変わるんだろうなと思って、はい、で意識じゃなくて行動を変える。なるほどなるほど。よくね、意識を変えましょう、そうすれば行動が変わるっていうのはよく聞きますけど、仙北、うんうん、さん違うんですね。そうです、行動を変えれば意識が変わる。意識を変えようっていうのは難しいんだ。気持ちを変えようとか難しい、うん、沈んだ気持ちを明るくしようって難しい、うんうん、でも自分を楽しませる行動をするんですよ。うん、北海道の観光じゃあ買いましょうって言ったら、そのユーザーというか生活者というか、うん、私たちみんながそういう気持ちになっていくと、そういう観光の、うん、現場にいる人たちのホスピタリティも上がってくると。あの僕ね、あのホテルの観光大使もやってるんですけど、はい、生まれ故郷なんで帰ってきてすぐ、うん、あの観光大使を やれと言われてまして、はい、よく言うんですけど、タクシーの運転手さんがね、うん、某なんとかタクシー以外でも、うんうん、自分で手を挙げるとか、あの、ああはい、ドア開けてあげるとか、特にね、呼ばれて行った時くらい、開けなさいって思うし、道を聞かれた時、うん、特に札幌もおさらにそうですし、うん、観光地ですよ、はい、でどう見ても観光客だったら、はい、本当笑顔でね、気持ちよく教えてあげるべきです、そしたらあの街の人親切だなって思うんですよ、また来たいなと思うでしょ、はい、それが一人一人が観光大使になれば変わっていくだろうなと思います。でもね、なかなかね、うん、急いでる時とか難しいかもしれないけど、でもやっぱり笑顔だけでも、そうですね、はい、一人一人が観光大使、関西行ってタクシー乗った時にもまあずっと喋ってね、もうお客さんどこ行ってきたの、どこ行ってきた、いっぱいお金落としてってやって降りる時言われましたもんね、西日本って、あの一人で飲みに行って観光客だなって思ったら、結構カウンターで話しかけてくる、そうそう話しかけてきますね、東日本はまずないです。そうか、その辺はやっぱりちょっと文化が違うのかなと思いますけど、うん、私は自分から喋ってきますよね、僕はあの取材に行く時は、はい、まず夜の取材の熱心だってことまず昼に夜に行く場所を聞きながらって言うんですよね、でもやっぱり夜の取材をしてると、はい、飲んでるとやっぱり気さくに話ができるじゃないですか。そうですよね、そういう、やっぱコミュニケーションですから、まあ、ホスピタリティの今日基本でもともとコミュニケーションですから、はい、そのには言葉が大事、そして行動、はい、やっぱりね、行動を変えなきゃいけないですね、はい、行動を変えていこうというところなんです、はい、あのいろんな本もこれ後もあのご予定がいろいろありますけれども、仙石さんの書かれる本とか発言にまた今後も注目していきたいと思いますので、今後もぜひご活躍ください。 ありがとうございます、今日のゲストは作家エッセイストの仙石良太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。